日はブロックチェーングローバルガバナンスカンファレンスフィンサムブロックチェーン&ビジネス、たくさんの皆様ご参加をいただきまして誠にありがとうございます。ではお時間となりましたので、これよりブロックチェーンとアイデンティティをテーマにパネルディスカッションを行います。では早速ですが、本セッションにご参加をいただく、まずはパネリストの皆様からご紹介を申し上げます。ガタカ創業者兼 CEO アイリン・ヘルナンデス様、イージーダイナミクスコーポレーションディレクターマリア・ベッキーノ様、コンバージェンスチーフアイデンティティオフィサーキム・キャメロン様、リモートでご参加をいただいております。そして本セッションのモデレーターをお務めをいただきますのが、オープン ID ファウンデーション理事長崎村夏彦様でございます。ではここからの進行、早速崎村様にバトンタッチをさせていただきます。よろしくお願いいたします。So welcome to this session. This session is titled, このセッションにようこそ。タイトルはブロックチェーンとアイデンティティということになっておりますけれども、デジタルアイデンティティがコロナ後の世界において大変注目を集めておりまして、ブロックチェーンもその例外ではありません。さまざまな活動も行われております。今日はブロックチェーンとアイデンティティについて議論してまいりますけれども、2つに分けて議論をしたいと思っています。ブロックチェーンのためのアイデンティティマネジメント、ブロックチェーンアプリケーションのためのアイデンティティマネジメントと、2つ目はブロックチェーンを使ったアイデンティティマネジメントの話をしたいと思います。 IDM 自然人、それから法人、それからものの話をしてまいります。今日は40分しかありませんので、全てを網羅することはできません。ですのでブロックチェーンを使ったアイデンティティマネジメントに絞って議論をしてまいります。まずは素晴らしいパネリストの方々をご紹介することから始めましょう。キム、マリア、アイリンということで自己紹介をお願いしましょう。まずキムお願いします。ありがとうございます。キム・キャメロンと申します。20年間にわたってマイクロソフトでアーキテクトを務めてまいりました。その間いろいろ心配になりました。アイデンティティの使われ方に関してたくさんの懸念を覚えました。そして2004年頃に業界横断的にいわゆるローズ・オブ・アイデンティティ、アイデンティティの原則を作成するのに関わりました。ここでお見せしたいんですけれども、このアイデンティティの基本原則というのは、その長く使い続けることができるアイデンティティシステム、個人を尊重することによって長期間存続できるようなシステムをどう構築すればいいのかというのを考えたものです。このペーパーというのは今でも価値がある内容だと思いますが、この7つの基本原則の中でこの方向づけられたアイデンティティというところを取り上げたいと思います。このコンセプトというのは全方向的な識別詞、これは公に使用する識別詞です。そして一方向、特定の方向性を持ったプライベートで使用する識別詞、この両方がサポートされなくてはいけないということです。で、その公的な機関、例えば政府であったり、そういった機関もありますし、プライベートの機関、例えば個人、あとでもっと詳しく説明しますけれども、プライベートとパブリック、この領域があります。また物というのはパブリックでもプライベートにもなり得ます。例えばその石油のが埋蔵されている場所、これはパブリックかもしれませんし、その健康に関わるようなものであればプライベートかもしれません。この方向づけられたアイデンティティというのはいろいろなアプリケーションがあるんですけれども、まずすべての公の組織や機関
というのはブロックチェーンを使う可能性をすべて持っていると思います。例えば政府の機関が何か登録簿をするを作る、その企業が作る、もしくはその石油の埋蔵に関してのデータベースを作る、そういった場合であればブロックチェーンを使うメリットがあるのであればぜひ使うべきだと思います。一方でプライベートの場合はどうかというと、そこではもっと複雑な要素があります。というのも人々は極めて多面的であり、異なるその文脈に応じてアイデンティティを使い分けているからです。例えばその仕事上のアイデンティティ、家族の中のアイデンティティ、もしくは我々が行うさまざまな活動におけるアイデンティティ、一つ重要なことというのは、このようなその文脈的な異なるアイデンティティを分離していくということです。例えばそのパブリックの識別紙、いわゆる全方向性の識別紙というのは、例えば電話番号であったり E メール、ソーシャルセキュリティナンバーなどです。で、このパブリック DID、 非中央集権識別紙で、その多くの人が使う可能性があるものです。で、そういったものはいわゆるそのスーパークッキーでもあります。例えば電話番号を使ってさまざまなログサイトに、ウェブサイトにログインする場合、我々のそのインターネット横断的なさまざまな活動をこの同じ電話番号がつなぐということになります。で、他の識別紙も同様です。そういった意味でこういった識別紙というのは PII、 個人を特定できる情報ですので、慎重な保護や取り扱いが必要となります。こういったそのものをつないで文脈の分離ができなくなってしまいますと、その個人のプライバシーを侵害することになってしまいます。一つのアイデンティティが別のアイデンティティにつながってしまう恐れがあります。またその安全保障上の課題もあります。外国の政府であったり、その組織的な犯罪集団などが、その例えば情報を、プライバティな情報をそのアイデンティティを使って集めることによって、個人にとって問題があるような情報を集めてしまう恐れがあります。一方でプライベートな識別紙というのはあくまで一方向なものです。ですので、まず公開パブリックな識別紙、名前や電話番号、生年月日、DID はあくまでクレデンシャルな情報であり、認証や認可に使うべきではありません。これはその本人が管理するクレデンシャル情報として受け手も PII として尊重するべきであります。決してその自分のその認証には使うべきではありません。そういった意味で市民のアイデンティファイア識別紙は公開のブロックチェーンに置くべきでは決してありません。政府や企業はプライベート識別紙を認証や認可に使う必要があります。また政府は例えば自分たちだけが使う、この官庁だけが使うそのプライベートの識別紙、そして PII が必要な場合にはそのクレデンシャル情報を使うと、そういったクレデンシャル情報というのは特別な形で保管され管理されなくてはいけません。で、政府や企業はパーミッションドブロックチェーンを使って PII その他情報を保管することは可能です。パーミッションとブロックチェーンというのはコントロールされたブロックチェーンです。アクセスコントロールがありますので、一般の方がアクセスできるものではありません。そこでパーミッションとブロックチェーンであれば PII の保護は可能です。で、最後の点ですが、
クレデンシャルの情報というのは市民のウォレットに保管されるべきと考えます。私はアンパーミッションドブロックチェーンの非常に有用な使われ方としては、ウォレットの DID に使うべきだと思います。そうすればユーザーがコントロールした元でバックアップしたり同期利用することが可能となります。企業や政府にコントロールされるのではなくて個人がコントロールすることが可能となります。で、その理由としてはウォレットはその市民と紐付けられませんので個人と紐付けられませんのでブロックチェーンというのはあくまでその個人が便利な形で使うことが可能だからです。以上です。ありがとうございました。マリア、キム、ありがとう。じゃあマリア、次お願いできませんか。Something to say, speak on the use of blockchain as well. ブロックチェーンの活用についてのお話をいただけるんですよね。Can you put the slides up? スライドを映していただけますか。I'll get started while the slides are coming up.とりあえず始めましょう。Okay, yes, thank you. ありがとうございます。I started investigating blockchain, ブロックチェーンを調べ始めたのが2015年のことでして、2015年当時、USDHS Science Security サイバーセキュリティディレクターとして生涯を担当しておりまして、アイデンティティの調研究を行っておりました。その一環としてプログラムマネージャーの方々にお話をしました。プログラムマネージャーの方々としては自分のユースケースにとってブロックチェーンは使えるのかっていうことをみんな知りたがっていたわけです。ブロックチェーンについては何に使えるのか何に使ってはいけないのかということについて必ずしもみんなが理解できていなかったということなんですね。キムの方からも何に使って何に使うべきではないかという話がありましたけれども、そこで当時意思決定のためのディシジョンツリーを作りました。つまりブロックチェーンを使う使わないの判断に使ってもらおうということで意思決定ツリーを作ったわけです。この意思決定ツリーの話をする前にブロックチェーンって私が言うときにはレプリケーテッドデータストレッジテクノロジーの話をしています。ブロックが改ざん不能であると、でマルチパーティーのコンセンサスがないと新しいレコードを追加するバリデーションができないというものを指しております。プログラムマネージャーと話をしているとブロックチェーンというときに実はテクノロジースタックについて話をしている人たちもいるということですね。ブロックチェーンというのはテクノロジースタックの一部であるにもかかわらずです。そしてブロックチェーンというのはオプションの部品でもあるにもかかわらずです。ということで前置きは以上にしてこのディシジョンツリーの話をしましょう。これ細かいのであまり頑張って読もうとしないでください。後でもう少し大きくしたものをお見せしますの でグリーンの線をたどっていただくと全部答えがイエスであるということであればブロックチェーンの利活用があなたにとっては適切だということになるかもしれません。でもどれかの質問に対して答えがノーであればブロックチェーンはおそらく皆さんにとってはユースケースにとっては正しい適切なテクノロジーではないということになるわけです。じゃあ次お願いします。まず最初の問いかけはシンプルです。分散したヒストリカルデータストアが必要か。まずブロックチェーンの意図としてはこれがあるわけですから。で2つ目の質問は複数の組織がデータにコントリビューションしますか。もしこれに対する答えがノーであるならばブロックチェーンはオーバーキルになってしまう可能性があるということになります。データベースを使うことができる、そしてそのデータベースはレプリケーションできる、そしてディストリビューションすることができる、ハッシュチェーンをディストリビューションすることができるんだけど本当に必要なのはヒストリカルレコードであってオーダーをメンテインすることであったりするわけです。そして3つ目の質問、これはアイデンティティのユースケースにとっては極めて重要な問いかけであって、入力が削除できない変更できないということでもいいのかという問いかけです。ブロックチェーンの強み、そしてこれは弱みでもあるわけですけれども、レコードが追加されてしまったらこれを変えることは簡単にはできない、削除することもできないということです。プライバシーの GDPR の忘れられる権利についてもそうです。データ関連のパーソナルアイデンティティに関連するものは事後的に
当初はセンシティブでなかったとしても、事後的にセンシティブになってしまう可能性があるわけです。それからエラーの問題もありますよね。エラーを直すためには、事後的に記録を追加するということになるわけですけれども、エラーのエビデンスはずっと残ってしまう。だから本当に変えなくてもいいのか、削除できなくてもいいのかということを考えなければなりません。次の問いかけは、私としては最も大事なポイントだと思っているんですけれども、それは全てのユーザーがいつでもブロックチェーン上で全てのデータをシェアできていいのかということです。つまり極めてセンサティブであって、ブロックチェーンで暗号化しなければならない場合ですね、短期的に使うだけ、金融データなんかもそうですけれども、そうであれば場合な別なんですけれども、でも普通はアイデンティティのデータっていうのは短期的にはセンシティブかもしれないけれども、常にセンシティブはない。そして暗号化されていれば安全であると。でもインクリプションキーが暴露されていて、データがブロックチェーン上でプロテクションされていないということもあるかもしれません。そしてエンクリプションアルゴリズムがコンピューティングでブレイクされてしまう、あるいはライブラリーの中にプログラミング上のエラーがあった場合にはそれはデミになるので、エンクリプテッドデータはデータベースに入っている。そしてもしこういうことが行ってしまうと、フレッシュキーで暗号が解読されてしまうということがあるわけです。ただブロックチェーン上ではそれができないということなので、私の聞いているソリューションの一つは、データにブロックチェーンのポインターを乗っけると、そしてポインターはデータベースエントリーに関連するものであると。でなると、このソリューションはデータベースをただ単に使えばいいということにもなるかもしれません。イエスである場合もあれば、答えがノーである場合もあるわけですけれども、イエスの場合というのはどういうのかということですけれども、次の質問に対する答えがノーの場合です。つまりデータストアのコントロールについて競合があるか、コンテンションがあるかということです。コンテンションがないということであれば、中央集権的なデータマネジメント、データストアマネジメントで済むということになります。次に、すべてのデータストアへの書き込みのタンパープルーフなログが必要どうかということです。もし答えがノーであるならば、ブロックチェーンが多分適切ではないということになります。そして全部答えがイエスであった場合には、ブロックチェーンのユースケースが成り立ちうるということを意味しております。アイデンティティのユースケースについても、他のユースケースについても、どうでしょう、このディシジョンツリー、意思決定ツリー、使えそうでしょうか。皆さんとの議論を楽しみにしています。マリアさん、ありがとうございます。それではアイリーンさん、どうぞ自己紹介をして、少しヨーロッパの状況を教えていただけますか。はい、もちろんです。崎村さん、招待いただきありがとうございます。私はアイリーン・ヘルネンデスと申します。ガタカの創業者兼 CEO です。ガタカというのはサイバーセキュリティ会社で、非中央集権型のアイデンティティを構築しています。2016年からブロックチェーンに携わってまいりました。当初は MIT のブロックチェーンの研究者でした。そしてガタカを創業した後、そのビジネススクールの方でブロックチェーンの応用について教えています。で、私の方からは、ガタカのディセントラライズドアイデンティティについて申し上げたいと思います。まず申し上げたいのは、もし非中央集権型のデジタルアイデンティティが広まるのか否かということではなくて、必ず広がると言えると思います。まず市場について申し上げたいと思います。マーケットの成長というのはほぼゼロの状況から、アナリストによっては2023年には20億ドルになると予測している人もいますし、26年には90億ドルになると言っているアナリストもいます。それからヨーロッパ市場に目を向けますと、欧州委員会はこの DID に非常に力を入れています。そして将来的には、
いくつか課題であったり、こういった問いに答えを探していかなくてはいけません。例えばインターオペラビリティ、どういったビジネスモデルがこのオープンソースのシステムで、その商業化のトレードオフを踏まえて構築することができるのか、どういった協力関係を築いたり、政府はどういった役割を果たすのか、こういったことを考えていかなくてはいけません。で、ヨーロッパにおける DID についてですが、2018年には27の EU 加盟国が署名をしましたヨーロピアンブロックチェーンパートナーシップ宣言に署名をしました。この宣言ではブロックチェーンテクノロジーを公共の領域で拡大し、より効率的にサービスを提供しようというものです。そして2019年にはヨーロッパブロックチェーンサービスインフラを発表しています。これはヨーロッパのさまざまな公共サービスに適用されています。まだこのビジョンが目指すものには到達できていませんが、そういったインフラを発表しました。そして2020年ですけれども、こちらすべて欧州委員会のウェブページの方で公開されている情報でありますが、ESIFについて申し上げたいと思います。ガタカは欧州委員会にのアドバイザーとして関わっています。ユースケースなどを提供しています。で、4つの具体的なユースケースをESIFについて考えました。そのうちの1つがDID です。他の3つというのはディプロマですね、その学歴に関しての証明書に関して、これもブロックチェーン上非常に適しています。それからノートライゼーションに関しても同様です。そのヨーロッパのインフラを使ってこういったことができないか検討しています。で、こういったユースケースが強調されているのは、こういった取り組みを通じてインフラが作り上げられているからです。DID の枠組みを形成することによって、で、将来的にさまざまなユースケースが可能になるのではないかと考えられています。それが、ガタカとして関わっている欧州委員会の現在の取り組みです。頭でガタカから見えていることという形で申し上げましたが、テクノロジープロバイダー、ガタカのような会社が、この DID のサービス、ヨーロッパの DID サービスに準拠することが可能になっています。そのこういったその企業が関わっていくことによって、その市場を形成するようなことが可能になってきています。で、一つちょっと議論が分かれるところとしましては、我々の DID の捉え方とどういったその間違いが犯されているのかについて申し上げたいと思います。先ほどキムやマリアさんもおっしゃっていましたが、ブロックチェーンは何にでも使えるものではありません。ブロックチェーンというのはデジタルアイデンティティで重要な役割を果たしていますが、何でもかんでもブロックチェーンに載せればいいというものではありません。企業によっては非常にそのプライベートなクレデンシャル情報をブロックチェーンに載せてしまっていますが、これは全くもって間違いです。また
我々ブロックチェーンアグノスティックですので、今後そのブロックチェーンが拡大するためにはグローバルなインターオペラビリティが必要です。例えばヨーロッパのブロックチェーンサービスインフラというのはまたそのグローバルの他の地域で使われているものとは異なります。でどことそのインタラクトするのかによって3つ4つそれぞれウォレットを設けるということは想定できませんので、インターオペラビリティが重要となります。またビジネスモデルを構築するにあたっては、例えば ICO を使ってトークンエコノミーで混乱を合唱してしまう場合もあります。このアイデンティティというのは普遍的な権利です。ですのでトークンを使ってそのアイデンティティを証明するというのは良くないと思います。で4つ目ですけれども、ちょっと考えが変わってきてはいますが、セキュリティへの脅威、デジタルアイデンティティの拡大の中、シングルデバイスにそのアイデンティティを置いた方がいいとも考えていましたが、しかしデータハブなども少し変わってきており、ユーザー体験としてはそのセキュリティの拡大によって今後そのマルチデバイスも可能になるかもしれません。アイリン、ありがとう。キム、何かこれに今の話に対するリアクションはありますか？いいなと思って聞いてました。明らかに EU 欧州連合はアグレッシブな攻めのアプローチを取ってますよね。ブロックチェーンテクノロジーとして独立したテクノロジーを目指すんだと、独立したブロックチェーンテクノロジーを目指すんだと、そして理想を追求するんだというアプローチです。ちょっと深掘りしたいのは、パーソナルアイデンティティがブロックチェーンにどう関連するのか、関係するのかなんですけれども、ベリファイドクリデンシャルは条件にもよりますけれども、状況にもよりますけれども、場合によっては、ブロックチェーンにストレージできるのではないか、特にパーミッション型のブロックチェーンでそれは可能になるのではないか、それは可能なんじゃないかと思っています。でもそれを複数人あるいは複数機関の間でやり取りするべきではない。つまりその関係する人がオーソリティを持ってリリースするべきであると、つまり個人があくまでもコントロールを効かせることができなければならないと思っているわけですね。だから分散型 DID のこのムーブメントが重要になってくるわけです。 DID だと自分のキーをみんな持っているわけです。そして政府からあるいは保健当局からクレデンシャルが与えられるわけですけれども、暗号的に非常に強靭な形で自分のウォレットを使って自分のウォレットを使ってそれをプレゼンテーションすると、提示すると。もちろん細かいところが大事なので、細かいところをさらに検討するべきではありますけれども、とっても関心を持ってます。このブロックチェーンの取り組みにはとっても関心を持っているので、もっと知りたいなと思っているところです。マリア、コントロール、自分のそのクレデンシャル情報にコントロールを持つ。で、例えばモバイルデバイスにその情報を置いておいて、信頼できる環境でそれを使用できるというのは本当にいいと思うんですけれども、なんでそのためにブロックチェーンが必要なのかというところにはまだ疑問があります。そのクレデンシャルを持った本人がデジタルに署名をして、それはその認証されたソースのものであると確認できて、改ざんされていないということを既存のテクノロジーを使ってすることができるのであれば、その暗号化されたトークンを使ってそういったことができるのであれば、なぜブロックチェーンが必要なのかといったところに疑問が残るんですけれども、アイリーさんの方で、では説明
明いただけますか。ありがとうございます。ユースケースで大事になってくるのはまず DID のレコーディングです。そうでないと DID はマネージしにくくなるわけです。グローバルスケールで DID をマネージしようとすると、そして2つ目はキーのディストリビューションです。 DID だと紐付けされたキーがあります。ですのでパンディットキーのディストリビューションのためにはメカニズムが必要です。信頼できるメカニズムが必要であると。そしてグローバルスケールでキーをディストリビューションできなければならない。だから総合運用性の話が出てくるわけです。じゃあなんでパブリックブロックチェーンを DID キーのディストリビューションに使うのか。地域とか国民の一部 DID ナショナルネットワークで使うと。今出てきているローカルでは局所的ではありますけれども、ユースケースというのは自分独自の道を進んでおります。ブロックチェーン間の総合運用性が必要であるということです。キーをどこにストレージするか、こうというそういうことを考えていかないと使えるツールにはならないと思っています。でブロックチェーンを使うということになりますと、あと2つのファンクショナリティがあって、1つはベリファイアブルクレデンシャルの取り消し、トラステッドソースが必要です。クレデンシャルの取り消しリスト、ブロックチェーン上にクレデンシャルがバリとかのどうかをチェックすることができるメカニズムが必要と。それからイシュアの登録レジストレーション、これがないとイシュアが誰かということを信頼できない。今そのクレデンシャルの執行についておっしゃっていましたが、他にもブロックチェーンの可能性としては、OpenID コネクトのグループで話をしているのは、ブロックチェーンを使って、イシュアのクレデンシャル情報のキーをレトリーブすると。いうことです。そのベリファイアどういったその用語を使うか次第ですけれども、がイシュアに行ってこのキーが有効か否かを確認するのであれば、イシュア側はこのクレデンシャル情報が相手にその渡ったということをチェックできるということになります。そのイシュアの鍵をイシュア以外のところからレトリーブしたところがあるのか、そしてそのキーが有効なのか否か、これを確認できる仕組みが必要です。非常にそれは妥当だと思います。で今それはそのパブリックエンティティですね。イシュアというのはパブリックエンティティであります。なのでそれは妥当だと思うんですけれども、一方で DID を使用する、もしくは DID がそのグローバルに記録される、その市民の個人の DID が記録されるということには非常に不安を覚っています。私は DID というのは適切なメカニズムではないと思います。そういった場合に関して、誰がその人が本人が誰なのかを確認するために使うべきではありません。
で認証する認可をするときに必要なのはペアワイズのクレデンシャルであり、スーパークッキー全方向的なクレデンシャルではありません。一つ PKI の難しさとしてあるのは、なぜアメリカでは少なくとも普及してないかというと、非常に何が難しいかというと、パブリックキークレデンシャルを見つけることができない、そしてそれをベリフィケーションすることが難しいわけですね。複数のエンティティを相手にしているとき、それから無効にするのも難しい、それからプライバシーの問題もあります。 CA には分かっています。サーティフィケットをチェックするたびに、例えば OCS、PR リスポンダーなんかが使われている場合ですので、ポテンシャルは大きいと思うんですね。ブロックチェーンを使って EKI をマネージする、そのそれから無効化する、無効にするっていうポテンシャルはあるかと思います。そうなればポテンシャルとしてはプライバシーを強化することにつながるとは思っています。それでは40分というのはあまりにも短すぎて、もうあと5分しか残っていません。いろいろ伺いたかった質問があるんですけれども、それでは質問の時間がなさそうですので、ちょっとまとめに入りたいと思います。お一人70秒で、アイリンさんからどうでしょうか。で、マリアさん、キムさんという形でお願いします。はい、もちろんです。私のキーメッセージは、私たちは国際的に協力をして、そのスタンダーダイゼーションだけではなく、テクノロジープロバイダー間の協力も必要ですし、ポリシーメーカー間の協力も必要です。本当にユーザー中心でプライバシーを保護するような仕組みを国際的に協力をして作らなくてはいけません。マリアさん、どうぞ。メインポイントとしては、ブロックチェーンは新しいテクノロジーで、テクニカルな道具箱の中に一つ道具が増えたということです。問題が、あるいは課題が出てきたときに、すべてのツールをまず検討するべきですね。ブロックチェーンだけではなくって、それぞれを客観的に評価して、それぞれのツールが使えるかどうか、ベスト、それぞれのツールが、選んだツールがベストソリューションかどうか考えなければいけない。ブロックチェーンがソリューションの一部であり得る場合もあるけれども、ブロックチェーンがソリューションにならない場合もあるわけです。それから限界も知っておかなければなりません。プライバシー、それから情報をブロックチェーンから無効化する、これもリミットがあるんだ、制約があるんだということを理解しておかなければなりません。キム、どうでしょう。私はブロックチェーン、そしてパブリックアイデンティファイのためにブロックチェーンを使うというのは極めて合理的だと思います。そのクレデンシャル情報に関しましてですね、私はブロックチェーンを個人のアイデンティファイアに使うのは極めて懐疑的です。DID は可能かもしれませんけれども、そちらの方が、その例えばドキュメントを送付するパートナーとそのドキュメントを共有するという意味では、比較的その短期間の使用というものになります。しかし個人が自分のウォレットと同期をされる、まあ、私はマルチデバイスの信奉者ですので、ウォレットをマルチデバイス間で同期させて、どの企業であろうと、どの会社であろうと、どの政府であろうと、これは個人が所有するウォレットで、それをそのテクノロジーが継続的に支えることができる、信頼性がずっと担保できる、そういったような仕組みというのを作る必要があるというのは私の考えです。ありがとうございます。ブロックチェーンはとってもリアルワールドの問題を解決する論事中になるな、パブリックエンティティ、リーガルエンティティ、法人のトラストの問題を解決するには大きなソリューションになり得ると思っているんです。横の
それから個人がこういったエンティティに対するサービスに対する信頼を持つためにも重要だと思っているので、私は SSI、DID、ブロックチェーンベースのテクノロジー全体に対して強い期待を持っています。ぜひ企画作り標準化の取り組みを OpenID ファンデーションは今やってますので参加してください。ディスティビューテッドアイデンティティファンデーション、分散型 ID 財団と組んでやってます。それから IIF ともパートナーシップを組んでデジタルトラストのイニシアチブもやってますので、ぜひそういったイニシアチブや取り組みに皆さん関心を持っていらし持っていただけるなら、ぜひぜひ皆さんの意見を反映させるために参加してください。本当にありがとうございました。パネリストの皆さんに皆さん拍手で感謝しましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。We thank all the speakers to join this session. そして、森のメッセージをいただきました。崎村様もありがとうございました。では、これをもちまして、ブロックチェーンとアイデンティティパネルディスカッション終了とさせていただきます。ありがとうございます。では、ここで次のセッションのご案内をさせていただきます。12時20分よりホール A ではパネルディスカッション、世界のユースケースに見るブロックチェーンの可能性を、そしてこちらのホール B ではパネルディスカッション、イーサリアムコミュニティと題しましてお届けをしてまいります。オンライン視聴の皆様方、ご視聴いただくセッション会場の URL をご選択の上ご視聴をお願いいたします。では続いてのセッションの開始のお時間まで今しばらくお待ちください。